小池知事がオリンピック組織委員会の森会長にバレンタインチョコを渡したことについて脇が甘かったと述べました。山崎委員、これは今月13日に行われた都議会の特別委員会の質疑で明らかになったものです。森会長にバレンタインのチョコレートね、あげたっていう。 そういうお話を聞きました。バレンタインのチョコレート森会長にお渡し,しましたかどうですか皆さんにも差し上げたいところでございますが、東京都民ということから公選法に,ふに触れないということから皆さんには提供することができませんでした。公職選挙法では選挙区内の人への寄付行為を禁止しています。 小池知事は森会長が東京都外に住民票を置いているため、法に触れないという認識でチョコレートを渡したことを説明しました。これについて自民党からは都民に限らず選挙区内での寄付行為は違反に当たると指摘する声が上がっていて、小池知事は今日の定例会見で脇が甘かったと反省の弁を述べました。 まああの一言で申し上げると、私はあの脇が甘かったなと反省しております、えー、まあ大きく勘違いしていたなと思っております、まあ、いずれにしましても、これらについては、しっかりあの法に従ってやっていくということに違いはありません、あの大きく反省をしているところでございます。 その上で知事は森会長とホワイトデーに面会はしていないが今後も大会の成功に向けて協力していくと連携を強調しましたさあ小池知事は今回のチョコレートのプレゼントについて反省をしているということですえただ何が問題に当たるのか改めて詳しく見ていきましょう公職選挙法にはこのような記載があります見ていきますと公職にあるものは 当該選挙区内にあるものに対し、いかなる名義をもってするを問わず寄付をしてはならないとあります。これを今回の事例に当てはめますと、小池知事は公職にあるもので、チョコは寄付をしてはならないものとなります。そして森さんが選挙区内にあるものにあたる可能性があるということです。他にも禁止されている寄付行為にあたるものには、病気のお見舞いの品、 お祭りなど行事への寄付や差し入れ、お中元やお歳暮、葬式の花輪や教科、本人が出席しない場合の結婚祝いや香典などがあります。まあこれらの行為が選挙の時に投票を左右する可能性があるということなんですよね。